こんにちは、少しマッチョのママのあたです。大会まで残り1ヶ月ちょっとになりました。この動画では今こんなことを思ってるよ、実はこんなことをこの時思ってたんだよみたいなのを載せようと思ってるんですけれども、でまあ話した後に今の生活だったりコンディショントレーニングとかの動画をまとめて載せようと思ってますので、私が喋ってるところはどうでもいいよっていう人はまあそっちに止めてくれていいんですけれども、まあ、とりあえず、今こんなこと思ってるよとか、あの時こんなこと思ってたんだよっていうのをお話ししたいと思います。まず私はですね、去年初めて FWJ の大会で1位だった。で、ナバジャパンの大会で1位だった。で、ナバ関西、あ、嘘。ナバコリアの大会でベスト6だったんですよね。で、私の中では、ま、ずっと1位で勝ち続けてた時に、ナバコリアでベスト6って、それだけでもメダルも持って帰ってこれたし、すごいことだったんだけど、私の中では初めて負けを経験したんですよね。で、正直今思うと多分天狗になってて、もうその時は負けたことに、なんか負けが受け入れられなかったし、で、なんかどうして負けたのかわからなかった。で、そういうふうにうまく、いかなかった時って誰かのせいにしたくなったり何かのせいにしたくなったりとかして、もうなんか口を開けば負の言葉ばっかりを走ったと思うんですけど、でもそこで誰かのせいにしたり何かのせいにしたり、もう腐っていくっていうのかな、人間として腐っていくことはできた。で、一度こう腐りかけたんですけど、でもそこで腐ったらもうかっこ悪いし、なんでそんなかっこ悪いんだろうって自分のことがすごい嫌になったんですよね。なんか負けて勝った選手にどうしておめでとうって言えないんだろうって、どうして負けましたって認められないんだろうって、そのスポーツ精神はもうほんとクソだなってなんか自分のこと思って、でかっこ悪いなってすごい後で思って、でふと最近その韓国の時の動画を見返したんですよね。でそしたらまあ今だからこそ思ったことが、自分の体とか、そのステージングを見て思ったことがあって、その、大会の動画とか、いろんな人のとかを見たりとか、自分の大会動画ももちろん見返したりするけど、まあ、いろんな人の大会見たり、直接見に行ったりとかした時に、もちろん全員の選手を一人一人見るし、一人一人フリーポーズがあるから、その選手だけを見る時間っていうのはあるんですけど、並んだ時にどうしてもこの選手目に留まっちゃうなっていう選手っていると思うんですよ。なんかすごく表情だったりとか、ポージングだったりとか、すごく目に留まるなっていう選手っていると思うんですよね。で、そういう選手に私は韓国戦の時に慣れてなかったんですよ。全然。なんかもう表情も暗い。で、コンディションも悪かった。今思うとすごく思うんですけど。表情も悪い、コンディションも悪い。で、見てくださいって、私を見てっていう感じが全く伝わってこない選手だなって、自分の韓国の動画を見た時に思ったんですよね。なので、自信持ってる選手、自信を持って私を見てくださいって、どうしてもあなたのこと見てしまうよっていう選手に今年はなりたいなって思ってます。で、なんかそういうのって多分日々のトレーニングとか食事管理とか、まあポージングの練習だったりとか、もうすべてにおいての積み重ねもきっとそういうステージに反映されるなって思うので、もう1ミリも手を抜かず、もう去年も抜いたつもりはなかったんだけど、でもどうしてもやっぱり3戦目で疲れもあったかもしれないし、まあ韓国っていう海外だったっていうのもあったかもしれないけど、自分の中のモチベーションも多分こう燃えたぎってるっていう感じではなかったかもしれないなって思う。だからもう本当にそういう自分のこのステージに立った時の一瞬って今の生活の積み重ねがそこにすごく反映されるなって思うので、今の時期も大切に燃えてステージ上で私を見てって、もう見てって審査員には言えないから、で審査員も目は2個しかついてないから、どうしてもみんなのことを見ようって思ってももうその人を見たいよって2個の目をとどめられるように見ろって感じで、私もその目を捉えるような感じでステージングできたらいいなと
思ってます。なんか本当にさ、なんかこう大会見ててもそういう選手って楽しくなりませんか？そのあなんか見に来てよかったなって、この人応援しててよかったなって思えるような選手に私はなれるのか分かりませんがなろうとしています。はい。でもうそのためにはポジティブに強く強く今の時期を大切に過ごしたいと思います。でこのでもこの減量も終盤に差し掛かってきて、あと大会残り1ヶ月ちょっとってなると、結構もうエネルギー切れ、1日の中でエネルギー切れで死にそうっていう瞬間があったりとか、トレーニング中とかもうもう死にそうっていう瞬間がたびたび出てきたりとかするんですけど、まあ、そういう時にやっぱりこうキャパが狭くなってキャパオーバーになりやすくなったりとか、まあ、多分一緒に住んでる家族だったりとかは、わすごい疲れ切ってるな、今キャパオーバーなんだろうなっていう瞬間を目にするかもしれない してると思うんですけど、去年の私の減量中のシーズン中の待ち受けが人に優しく自分に厳しくっていうこの待ち受けだったんですよね。で、去年はこれをすごく意識して過ごした。どうしてもやっぱりキャパオーバーになって人に八つ当たりしたり、なんかうまくいかなかったらわーってなるのがすごく嫌だったから。で、まあ、これはもうずっと胸に留めておくものなんだけど、今年はこの待ち受けにしました。キープスマイルですね。はい。笑っていれば基本的に前向きになりやすいと私は思ってるので、で、やっぱり心と体はすごく つながってるって今回すごく思ってて、もうポジティブに強く強く強く、もう前向きに前向きに、くよくよ落ち込んでる時間ほど無駄なものはないなって、シーズンって限られてるから、その限られたシーズン中にどんだけメンタル強く、正確にこなすかが、本当に勝利への近道だと思うので、私ももちろん落ち込んだり、うまくいかなかったら、うわーってなる時もあるけれども、でもなるべくだったら、その時間は最小限に留めたい。人間なのでみんなそういう時間は絶対ある。私ももちろんあるんだけど、もうなるべくだったら強く楽しく、たくましくっていうポジティブで。でも、自分にとってプラスしか見ない。マイナスだって思ったことはもう全て目を閉じます。考えません。っていう感じで、もう本当にポジティブ精神、いいものしか取り上げない。でも悪いものはもう知らないし、目にも入れない、耳にも入れない。もうそういうスタイルで今生きております。YouTube を私はこういう風に配信してて、で、今3300人くらいなのかな。で、まあ、一般のYouTuber の方、すごく有名な方で言うと何十万人、何百万人、何千万人とかっている YouTube の世界で3300人って言うともうほんと底辺だと思うんですけど、一般のこうママトレーニーであった私が3300人でもその登録してくれて見てくれて、で、私は登録者の割に再生回数が割といる方だと思ってて、それは本当に前も言いましたが、良質な方がチャンネル登録してくださってる証拠であると私は前向きに思ってるんですね。はい。なので本当に感謝をお伝えします。ありがとうございます。一人一人だから、ね、本当に文章で会ったこともない人だけど頑張ってくださいとか、そういう言葉を、こういうことをやっててよかったなって思うシーンです。その言葉をいただけるだけで、すごく本当にやる気につながるし、この活動をしていなかったら、そんなに私は応援してもらえなかったって思うし、ただね、どうしても、私は甘えなんですけど、私の中の優先順位、みんなそれぞれ生きてる中で優先順位ってあると思うんですけど、それぞれこう、その時々によって、シーンによって、その優先順位は変わってくると思うんですけど、シーズン中で最後の大会なので、私はトレーニング、体作りに関するタスクはすごく今は優先順位が高いです。でも、それがシーズンが終われば、子育て、家のこととかの方がもちろん優先順位は上がりますし、で、その中で YouTube っていうのはどうしても、私はリアル現実が、どうしても私の中で優先順位が高いので、今は自分の体、家族のことを、その次に YouTube みたいな感じになってしまっていて、どうしてもこう、更新頻度が、減量中ヘロヘロ死にそうっていう感じになって、減ってしまうんですけれども、大事に思ってる気持ちは変わりませんので、はい。できる限り頑張って更新したいとは思っております。まあ、ただ、
リアル現実、最後の大会が今は私の中のタスクで1位なので、そこだけはちょっと、はい、ご了承ください。申し訳ございません。取りだめして、乗せようとは思ってますので、で、去年と大きく、私の今シーズンで大きく変わってるのは、去年は息子と二人暮らしで、だったんですよね。で、今年は旦那さんという強い味方が家に常にいて、助けてくれることも多く、それでもうすごく本当に去年よりも安定してると思うので、本当にね、今回家族との時間とかそういうのを大切にするために今シーズンで終わりにするっていう風に言ってると思うんですけど、私にとってその、トレーニングが辛くなったから、減量が辛くなったから、何か他にやりたいことができたからとか、いろいろこの競技を続けられない理由っていうのはたくさんあると思うんですけど、私にとってその今までこうやってママでありながら、母親でありながらこういうことをさせてもらってたから、家族のためにやめるっていうこの理由が本当にベストだと思ってます。なので、はい、今年は本当に妥協せず1ミリもね、頑張ります。はい、ということでですね、私の今の生活とコンディションをご覧ください。どうぞ。
はい、ということで、今の私の現在の生活でございます。なるべく頑張って YouTube も更新しますが、体づくりメインで頑張っていきたいと思います。皆様の応援が本当に力になってます。残り1ヶ月ちょっとの準備期間、まあ本当に短いですね。本当に短いその時間で、ここまでは最低レベルって思ってて、ここからどんだけ体を作り込んでいけるかが、勝負だと思ってます。で、今までの大会の中で一番ハイレベルな大会に挑むと自分の中では思ってるので、それだけ皆さん努力して作り上げた体でみんな挑んでくると思うんですよ。ライバルたちもね。だけど、その人たちに申し分のないように自分も体を作り上げて、最善を尽くして戦いたいと思ってますので、はい。最後までやりきります。頑張ります。ということで、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、また。